さんこんにちは、ドラマーのゆうたです。さて今日も張り切ってまいりましょう。初見でドラマを叩いてみたー。本日はアレクサンドロスです。先行やっていこうと思います。こちらの企画ですね、全く曲を聴いたことない僕が初めて曲を聴きながらドラムを叩いていこうという企画なんですけれども、こちらの曲は1週間ぐらいね前にリリースされた新曲なんですけど、ガンダムのねオープニングだそうで、ちょっと調べたところガンダムね全くわかんないんですよ。僕もアニメとか漫画とか全然見ないので、いけガンダムみたいな、ピュ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 みたいな、アムロ行きまーす、ピュピュピュみたいなね、めっちゃそうなんだ。そういう戦いもんのアニメのオープニングということで、結構疾走感のある激しい曲なんじゃないかと予想しております。まあ、アレクサンドロスといえばね、僕がいつだったかな、結構前だと思うんですけど、バタリドリでめっちゃいい曲だと思うんですけど、あの曲すごい好きで、すごいキャッチーだし、リズムもすごいノリノリな感じになれるようなリズムが入っ てすごい好きなんですよ。なんでね、ちょっと爽やか系の疾走感ある曲なんじゃないかなと予想しております。結構そういうジャンル僕得意なんで、今日もね初見で初めて聴く曲なんですけど、どこまで叩けるのか楽しんでいただけたらなと思います。それでは行ってみましょう。お願いします。
決まったね。あとね、このシンバルがすごい動いてた、最後。めっちゃ溶けてた。めっちゃ早かった。いやー、でもすごい、やっぱりサビもすごいキャッチーで、わかりやすい、かっこいい曲でしたね。ラッサイ前のね、ドラムの怒涛のフィルみたいなやつありましたね、あれ。おーあーあれは、まあ、わかんないよ。ああいうのわかんない、初めて聞くんだから。結構ハーフビートとかね、ドーツクタンススタスクタンってやつと、ドンタンドドドタンとね、バイテンとね、使い分けられてて、メリハリがすごい良かったですよね。かっこよかった。はい。ということで、今日はアレキサンドロスの選考をやってみましたが、いかがでしたでしょうか。他にもね、僕リクエストとかもめちゃくちゃ受け付けてるんで、リクエストとか感想とかね、ぜひぜひコメントにいただけると嬉しいです。はい、ということで、今日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。ドラマーのゆうたでした。バイバイ。途中でね、このシンバルが、向こうにビヨーンって行っちゃったの気づきましたか、皆さん。だからここのね、ネジが緩んじゃうと、こうやって緩んじゃうと、ここ